ヨゼゾウヨゼちゃんヨゼリキ、なぜ3回を読むのか、ご質問です。これは空気中の三体という生命の実体論があります。空体、それから気体、仮の体と、体は凡体に帝王の帝とか言いますが、空体、気体、中体と、これは生命のあり方をこうの哲学であります。南岳大師の仕上がりたものであります。この空気中の三体に読むところに大事なところがある。一年三千の訪問を支度する場合、それであれ空気中の三体のために三度読むことになっています。じゃあ次、はい、はい。